高校の写真部員たちに作品の発表の場を提供しようと開かれている写真展には、西三河地方の26校からカラーと白黒写真の力作357点が出品されています。都着高校の部員の作品は、錦鯉が泳ぐ池に映る青空と雲のコントラストが幻想的な雰囲気を漂わせています。 光ヶ丘女子高校の部員の作品は、一人ぼっちで軒下に佇む少年の姿が表現されています。この展示会は今月10日まで開かれています。